立田和重人造石樋門は愛知県弥富市にある樋門。かつて農業排水を鍋田川に排出するために建設された樋門で中山樋門とも呼ばれた。現在では周辺を和重公園として整備されている。全長約26メートル、全幅約 9.5 メートル、水面からの高さ約8メートル。樋門は水路の端も兼ねており、欄干部と階段は人造石、モルタル仕上げ、上部は検地石積みとなっている。下部の水路部分はレンガ造りで4カ所のアーチ状の水路が作られて、上流側の中央2カ所に木製の門扉とそれを引き上げるための機構が残る。明治時代に行われた木曽三川分流工事により、愛知県の立田和重ではそれまで取水していた狭谷川が廃川になったほか、悪水の排出先であった宇土川の排水機能の低下にも悩まされることになった。1901年、立田林、中悪水用水普通水利組合は、用水路として、旧狭谷川の稼働跡に、狭谷川用水を開削するとともに、宇土川を、立田村から、弥富村の中山まで延長、開削して排水路とし、中山に樋門を設置して、悪水を鍋田川に排出する案を決議。当初、県費での対応を求めて、愛知県に陳情を行ったものの拒否されたことから、水利組合では、官業銀行から75,000円を借りて県に拠出。現在の金額にして2から3億円に相当する金額で、これによって、ようやく工事が実施され、翌1902年7月には樋門を含めて完工した。しかし、期待されていた排水能力はほとんどなかった。干潮時に水位差を利用して排水する計画であったが、当初予定されていた鍋田川の締め切りが行われなかったため川底の上昇が続いたこと、また分流工事の完成によって木曽川それ自体の水位が上昇しており満潮時に鍋田川を経由して木曽川から流入する水量の方が多かったことなどが理由とされる。水利組合では、この樋門からの排水を諦めて、逆潮用水樋門として、農業用水の取水に転用することになった。この取水時には、宇土川を 10km 以上も水が遡上したといい、その水量が伺える。なお、当初予定されていた排水は、伊方川へ排出するための六門樋門を、上流側に設けるなどして対応したが、1950年に、排水機が設置されるまで和重の排水問題は続いた。結果として樋門は立田林中にとどまらず、海軍南部の広範囲にわたって用水を確保することに役立ったが、年月を経て周辺の地盤沈下が進んだことに加えて、鍋田川の塩分濃度が高くなって農業用水として使用するのが困難となり、その役目を終えた。その後、鍋田川は1959年の伊勢湾台風で流域に大きな被害を出したことから分派口が締め切られて廃川となった。1975年、樋門は水利組合から旧弥富町に譲渡され、1978年に町の文化財に指定された。六門樋門の西側から分流していたかつての水路は埋め立てられ、公園や農地などになっている。2005年には土木学会による近代土木遺産現存する重要な土木構造物2800選の一つに選定され、2009年には経済産業省の近代化産業遺産群属33にも認定されている。ありがとうございます。